さあ、神奈川ショータイム始まりました。始まった始まった神奈川ショータイム始まった深夜帯に始まったいやいやいや病気正常だよバカ。正常なの？普通だよこれは。あ、そうなんだ。テンション高めに行ったんだよ。じゃあ気を取り直して。なんでだよ、一緒に行ってくれよ高めに。じゃあ気を取り直していきましょう、ここから。はい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 。どうですか、お綺麗でしょう。いやいやいや、どこですかここ。いつもの収録場所と全然違いますけども。ありがとうございます。本日は、はい、ヴェルディアグループ三栄建築設計さんのモデルハウスの新座朝霞展示場からお送りしております。ということで、はいはいはい、僕らもねこういう家に住みたいんですけれども。確かにそうですね。今回は元 SKE48 大谷正乃さんがプロデュースする、うん、アイドルグループイッツサニーの密着企画ということでお送りしていきます。やった。いや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 、イッツサニーからね、はい、神奈川ショータイムでも結構追ってきましたからね。お世話になってますね、僕らも。お世話になっててね、どんぐらい成長してるかっていうのもちょっと聞いて、しょうがないです、私は。今日は深掘りしていきたいと思います。はい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 、よろしくお願いします。ということで、イッツサニーのこちらの4名の方にお越しいただいております。よろしくお願いします。じゃあ、せっかくなんで自己紹介からお願いいたします。はい、サニーの踊るラーメンガール、今週だけでラーメン3杯食べました、石成若菜です。よろしくお願いしま す, しそして、はい、イッツサニーの芸術担当、音楽大学でフルート専攻しています。最近ミスフラッシュ2023ファイナリストにもなりました、鈴川優奈です。よろしくお願いしま す, お願いします。はい、イッツサニーのミーポンこと松尾美優です。よろしくお願いします。お願いします。はい、アイス大好き、みんなも大好き、みんなのハート溶かしちゃうぞ、最年少15歳、牧野リリサです。お願いします。ということで皆さん、ご無沙汰しておりますけれども、月並みなんですけれども、いかがお過ごしだったでしょうか。月並みなんですけれども、相変わらず元気に。愛も変わらず。はい、愛も変わらずやってます。はい、え、綺麗になりましたね、なんか皆さん。相変わらず綺麗になりました、ね、はい、元から綺麗だった。いやいや、そう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 。さらに、うん、1年前から比べてどんどん、うん、垢抜けた感じが。めちゃめちゃ垢抜けてきましたよ、本当に、うん、これ皆さん自覚症状あります？垢抜けたなって、変わった？でも化粧が濃くなったリアルな話をすると、ライブの時にこう結構みんな気合を入れてお化粧をして、うん、私は大学でもその化粧をしないとなんか物足りない、物足りなくなっちゃった、うん、でもこれ本当に僕らから見てもね、めちゃめちゃ皆さんお綺麗になられて、ちょっと僕らの方が緊張してきますそのザ芸能人になったっていうかね。ありがとうございます。わかる？わかる。そのほら、人に見せようっていう、今の感じだとさ、ほら綺麗に見せないとっていう感じがもうさ、ほうザ芸能人になったよね。褒めちぎったそんなことを話してるんですけれども、はい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 、いっぱい深掘りしていきたいと思うんですけれども、はい、うん、まずはイッツサニーさんのご活躍はこちらの耳にもたくさん入ってきておりまして、いっぱい入ってきてるよ。今年の8月になんと日本最大級のアイドルイベント、東京アイドルフェスティバル2022 TIFF ですね、こちらに出演されたということで、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。いやいやいや、1年未満でね、このフェスに出れること自体がすごいですよ。 TIFF なんかね、うん、もう誰も、僕の周りも皆さん知らない人いないですからね。そう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 、皆さん知られてないですけど、すっごい人チェックしてますからね、イッツサニーを。だから皆さんちょっと自覚を持って、うん、はい、今日もいい姿勢で自分の角度を見つけて、はい、いや、お前はいいんだよその授業参観の不景みたいになっちゃってるから違う、誰がお父さんだよこんな格好のお父さんいないだろ、こんなの。どっちかってお母さんのつもりだよ。あ、そう、お母さんそうだ、角刈りのお母さんいるから。角刈りの女はいねえよ風景に溶け込んでいく心地よさ、あなただけの暮らしをデザインする、同じ家は作らない。メルディアグループは国産材使用率97.4% メルディア。まずは、イッツさんのオーディション、メンバーオーディションから現在に至るまでの振り返りということで、はい、昨年8月にイッツさんのメンバーを決めるオーディションの最終審査がございましたけれども、まずはメンバーの最年少、牧野さん、はい、当時を振り返ってみてちょっといかがでしたか。そうですね、当時を振り返ってみて、やっぱ私は今15歳で、周りの方が自分よりも大人っていうのもあって、そういうのもすごい緊張してたんですけれども、私はなんかもう全力で楽しもうっていう気持ちの方がやっぱ大きくて、
結構みんなより堂々としてたんじゃないかなって思います。最年少にもかかわらず、そうですね、結構堂々とやりきったかなって思ってます。いや、いろいろもう成長されて今後も期待してます。ありがとうございます。そうですね、そして昨年10月に J リーグクラブ、湘南ベルマーレのホームスタジアムのハーフタイムショーでデビューされたということなんですけれども、じゃあ松尾さん、はい、デビューイベントがスタジアムだったということで緊張とかされたんですか？はい、もうスタジアムってもう私たちのなんかもう規格外っていうか、もう5、6000人よね。でしかもこうコロナ禍で半分 の, その観客の方って聞いてたんですけど、それでも5、6000人ってめっちゃ多いから、緊張っていうよりも通り越してもうワクワクみたいな、すごい楽しかったです。なんか右も左も分からずやね、何も分からなくてもどこ見たらいいのみたいな、どこ見るのみたいな。ビジョンにみんなのあれ映ってたけど、そういうのは確認する余裕はなかった？ない、全然。どこにカメラあるのみたいな、はい、ということで、その後なんですけれども、デビューから1ヶ月後の昨年11月に初のワンマンライブ、を開催されて無事成功を収められたということですけれども、鈴川さん、はい、初のワンマンライブはいかがだったでしょうか？まあ、スタジアムでお披露目をさせていただいたんですけど、やっぱライブっていうものは初めてだったので、やっぱりなんか本番光熱っとか、なんかファンの人もなんか思ったよりすごいたくさんの人来てくれて、なんかもう嬉しい気持ちと緊張してる気持ちと熱いなっていうのと、もういろいろ入り混じってて、あっという間にライブは終わってしまったし、その後あのリーダーのめぐちゃんのお誕生日がお祝いさせていただいて、加賀谷さんもね、はい、あのそうですね、僕らも初ワンマンライブ見に行かせていただきました。いや、いいじゃんね、はい、あの時ね、すごかったよ本当に。でそして、今年の1月に元ラストアイドルの岩間ひな子さんが1サニーのアドバイザーに就任されまして、パフォーマンスにさらに磨きがかかり、大きな会場でもライブをたくさんしてるんですけれども、TIFFに出演されたということで、石成さん、はい、どうでした？TIFFに出てみて。いやー、そうですね、私実は3年前ぐらいにもうアイドルオタクとして TIFF に行ってたんですよ。じゃあ会場で会ってるかもしれない、はい、本当ですか？そうですね、はい、そう、3年前とかに自分がもう実際に行ったりしてて、もう本当に憧れのアイドルさんばっかりが出られてるステージじゃないですか、もう本当に嬉しかったなっていうのと、あとはそのひなこさんが今もレッスンいろいろしてくださってるんですけど、まあ、グループ全体にとかでもなくて、なんかもう個人個人でアドバイスをくださったりとか、もう本当にもう熱心に指導してくださって、あとダンスレッスンだけじゃなくて体型管理のこととかも見てくださったり、なんかみんなで食事記録を送り合って頑張ろうねみたいな風に士気を高めてくださったりとか、ひなさん、ひなさんのおかげで本当にひな様様、ひな様様、はい、パフォーマンス力も上げられたかなっていう風には思ってます。はい、ということでいろいろ話を聞いてきましたけれども、あの今後のイッツ3人の皆さんのご活躍も期待しているということで、確かにそうです、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。風景に溶け込んでいく心地よさ、あなただけの暮らしをデザインする、同じ家は作らない。メルディアグループは国産材使用率 97.4% メルディア。はい、ということでここからはこちらの1つ3人の4名の方にお越しいただいております。よろしくお願いします。やったー、やったね。じゃあ早速なんですが自己紹介をお願いいたします。はい、三段跳び神奈川県チャンピオン、めいめいこと小竹めいです。お願いします。はい、いつでもどこでも王道アイドル、ちょっぴりとじっこなゆっきりんこと福田ゆきです。よろしくお願いします。お願いします。はい、北の国から降ってきたみんなの白い恋人、ココノこと大柄ココノです。よろしくお願いします。イエス。はい、メンバーの中で高身長最年長の山田かの子です。よろしくお願いします。イエス。はい、ということで皆さんよろしくお願いします。お願いします。ということでここからイッツサニーのことを、はい、もっと知ってもらおうということで、なんとイッツサニーの質問ルーレットというのをご用意させていただきました。はい、1番目、1番性格がいい人は、2番目、彼女にしたい人は、3番目、1番歌って踊れる人は、4番、1番変わってる人は、5番、マネージャーの好きなとこ、嫌いなとこ、
こちらの方をちょっと見ていただいて、これ答えてほしいなと思っております。はい、であのこちらからボタンがありますので、はい、ルーレットでこうボタンを押して止めた、で質問出るんで、それ答えて大丈夫ですか、それでお願いします、はい、じゃあチャーハン君が用意スタートボタンの合図お願いしていいですか。はい、じゃあ早速行きましょう。よーいスタート。あれボタンを押すててれてててれてててスタート。お、何来ましたね。はい、一番変わってる人は。あー、なるほどね。難しい。います、メンバーに。でももちろんメイメイ。え、いやだよね。まず、はいはいはい、ちょっと聞いてみよう。まずは聞いてみよう。一番変わってるのが虫が大好きなんですよ。なんかタッパになんかミミズを入れてお母さんに焼きそばとしてあげたみたいな話を聞いたんだけど。そうですね。あ、でも幼稚園の頃の話なんですけど。なるほどね。はい、じゃあ OK かな。はい、あの家の近くにすごいミミズが大量発生するスポットがあって、うん、そこを掘るとなんか10匹とか取れるんですよ。でそれが楽しくなっちゃって、ついタッパーにいっぱい入れて、あ、焼きそばと思って、お母さんにこうやって、ああげり焼きそば食べてねってしてました。してました。かわいいけど、どうやってミミズ取るの。そうだ、確かに。なんか砂をバッてやったら顔がいっぱいピピピピピって出てくるの、から普通になんかピッて引っこ抜いて。手で取るってこと。そう、幼稚園の子でそんなことできる子少なくない。少ない。え、そうかな。意味ない。ない。続いてまいりましょう。はい、じゃあルーレットスタートお願いします。はい、ルーレットスタート。さあ、タタ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 タ甘いお菓子を買ってくれるところです。わかる。そうだよね。とりあえず、うん、さ、これ食べたいな。さっきも私、甘いもの食べたいなって言ったら買ってきてくださったんですよ。でもマネージャーさんって言ったらやっぱほら結構厳しかったりもするじゃないですか。だから嫌いなところとかも絶対あるはずなんですよ。いや、ないやさ。いや、あります。あるんかい。あります。いっぱい出てきたぞ、おい。何盛り上がってるんですか。収まんない。収まんない。収まんない。まあちょっとだけ聞かせてもらっていいですか。確かに、せっかくだから。一部だけ。まあ、代表して。山本さん。なんかあのその怒るとかよりも、うん、本当につまらない一発ギャグとかを永遠に言ってくる。なんか本当につまらないですよって言ってるのに。もうずっと懲りずに言ってくるところがすごい嫌です。そこが一番、まあ、嫌いなとこっていうよりはちょっと面倒くさいなみたいな、嫌いなとこ、やめてほしいところ、やめてほしいところ。面白ければいいんですけどね。面白ければやってもいいですね。はい、ということで今回はイッツサニーの皆さんにお越しいただいたんですけれども、最後にイッツサニーの今後の目標や夢を教えていただきましょう。はい、お願いします。私が代表して話させていただきます。まずいつも応援ありがとうございます。で私たちはやっぱり北海道とか宮崎出身のメンバーもいたり、こうやっぱり遠くてどうしても東京だと来れないなっていうファンの方々にもやはり全員に会いたいなって思ってるので、全国ツアーができるようなそんなグループにしていきたいなって思ってます。これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕らも応援させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ということでまた来週。バイバーイ。バイバーイ。